はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきやみです。今日はガンダムバトルオペレーション2の方をやっていきたいと思います。夜勤明け起きたらなんか新しい機体が来てたんで、まあ、楽しみにしてたんですよね。なんか最近私が実況でやってるミッシングリングに出てる機体にそっくりですな。さあちょっと見ていきましょう。はい、やっぱそうですね、ペイルライダー陸戦重装備仕様登場となってますね。あー、いいなペイルライダー、ちょっと強そうなんで使ってみたいね。あ、そうだ、トークンちょっと回収できるものあるなら回収しとこう。なんか報酬窓口受け取ってないような気がする。よ、調子はどうだ。あるある、オッケー。あー、119個か。そんなところだ。まあまあ30連できればなんとかなるか。いや、俺は10連で決めるぜ。DP の方は、ザメルレベル1が新しく来てる。リサイクルの方はジムナイトシーカーレベル2が来てますね。他にもなんか新しいマークとかパターンとか来てるみたいですけどね。マークはちょっと分かんなかったですけど、パターンさっきね、あの1個先にね、買っときました。なんかこれ気に入っちゃって、はい。まあ雪のマップとか来たらこういうのいいかもしれないね。なんか真っ白で季節感ある。はい、それより季節感あるというか旬のものが私は乗りたいんですよ。旬のものが。さあ行くぜペルライダー、きっと縁があると俺は信じたい。最近金色がね出てないんですよね。だからやっぱなんとか当てたいですよね。さあ行きたい。先日ね間違えて単発でね引いちゃった時にガッシャだっけ、だからそっちが当たりました。なのでまあ最悪ダメだったら、当たんなかったらそれを今回出していこうかな。よし、いっか。ドキドキだな。3、2、1、スタート。それでは抽選開始です。お願いします。どうかどうか、この強そうなペイルライダーを私に。もう金が3つぐらい来てもいいですよ。お、よし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 。なんかいきなり嬉しい。あー、色は違うけどいきなりは嬉しいですね。演出ありは違うな。これじゃない感半端なかったな今。演出やっぱ来るとドキッとするね。やっぱあとは金色だよ、金色。金色が欲しい。あー違うんだよこれじゃない。ガッシャ、ガッシャが来ました。まあまあ持ってないからいいか。あのレベル2、最悪これが収録候補になってしまったか。あー来ない。やっぱ10連で仕留めるってのはちょっと無理があるか。あー違う違う。あーちょっと演出ない。あーダメだったか。ガッシャ。まあいいでしょう、最悪こいつを収録すればいいんだよ。くそ。いやちょっと乗りたいんですよね本当に。あー欲しいけどこれ以上回していいのかっていうのもある。いやでも欲しい機体が来た時に回すのはね当たり前のこと。いきます。それでは抽選開始です。お願い、本当にマドロックの時当たんなかったろ、だからここで俺の運用を来てくれよ、頼むよ頼むよ。違うんだよ、演出が欲しいんだ俺は、金色が欲しいんだ俺は。うわー金来ねえ。違う。あれダメですか。あーダメか。お、ちょっとなんかセリフ違った。あー違う、色が違う。あー嘘マジか。よっしゃー来た。なんかセリフ違ったから演出なかったけど、ちょっと言葉違ったと思ったらマジか。やりましたよ皆さん、やりました。何このビームサーベル、まあ、気にしない。もう当たってしまえば俺は何も気にしません。もうあとは何が来ようと。よし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 、いざやっ
たね。嬉しいな。マジか。ありがとうございます。あーちょっと嬉しすぎてちょっとびっくりした。金色じゃないけど来ましたね。どこどこどこ、ちょっと俺動揺してる今。あー欲しい機体がようやく来た。あーガッシャもなんか今度気になるけど、まあまあ今度な。どこペールライダー、私のペールライダー、いった、これだ、これ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 。説明見とこう。あ、やっぱミッシングリングからだね、最近やってる私のあのゲームの方だ。あー、いいね、説明文もちゃんと書いてある。特殊なシステム、ハデスでいいのかな、組み込まれてるって書いてあるね。わあ、ちょっと気になってしょうがない。待って待って、いろいろちょっとなんか考えることがあるよ。あーでも一発よろけないのか。あ、でも陸戦型ビームライフル使えるからまあいいか。なんかいっぱい持ってるね。ビームガン、キャノン、わーわー、なんかいっぱい持ってるよこれ。どっちが強いのかな。格闘度が強めなのか。まあそれでもやっぱ足つけて、まあ、格闘もまあまあいいやつつけておこう。射撃ももちろんつけて、他何つけていけるかな、わかんないから、もうとにかく攻撃力重視でいくか。あとは何つけれる。他もうあとシールド系ばっかりになるのかな。こうなんのか。もうシールドめっちゃつけたな今。はい、まあ、こんな感じかな。とりあえずお試しなんでこんな感じでやってみよう。私のいつもやりそうな感じのものにちょっと変えとこうかな。武装なんかいっぱいあるな。これ一発よけ武装っぽい感じがするな。ちょっとこっちにしとこう。ビームガンもある、まあ、ミサイルもあるのか。どっちの方がいいかだな。こっちかな。こっちにちょっとショートカットに入れてみるか。まあ武装一応見てっからさ。それじゃ始めよっか。さあ早速やっていきましょう。いやー嬉しいな、なんかこの武装コテコテ感。さあまずビームライフル何発連発撃てるのか試していきましょう。1、はい、2、3発で、オーバーヒートしちゃいますね。はい、あとはフルチャージどれぐらいかかるんだろうね、まあ、時間かかりそうな感じはするけど、陸戦型のやつでしたよね確か。やっと溜まった。よし、でも一発よろけはいいですね。 M 角下角、うん、まあまあいいね挙動は。さあ今度はミサイルかな、これ脚部のやつ。移動打ちできるのかとかも見ていきたいと思います。あ、移動打ちできない。お、2発よろけかな。1発2発よろけですね。あー2発よろけ、よろけ武装あるってのはすげえ嬉しい。よし、今度はこれか、強そう。いいな、なんか支援機みたいな感じで撃つこともできそうだよねこれなら。でもどれぐらい減るのかみたい。ほほ、すげえ威力。いいな、よろけもまあしっかり取れるし、よろけ武装をまずね2つ持ってるってだけで美味しいな。他はバルカンもあって、あとこれかビームガン、何発出んだろう。連発で、長押しで連発できるのかどうかを見ていこう。2、3、4、5発出るね。4発でよろけか、なるほどね。結構いいよねそう思うと、よろけ武装いっぱい持ってる。でハデス発動ってあるから使ってみようか。1分以上使えるのか。はい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 、いいねいいね。ははすーごい、やばい、動きがめちゃめちゃ速い、楽しい。これはちょっとね、近いうちに実戦動画も撮っていきたいね。よろけも簡単に撮れるし、あ、いいねこれ、このモーション好きですねこの下角の。はい、というわけでね、次回ちょっと出撃するときこれでね遊んでいきたいと思いますんで、よかったら今度見に来てください。
あーちょっと本当久々の当たり期待、私に来てくれてね、ありがとうございます。ダーン楽しい。はい、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さんまた戦場でお会いしましょう。失礼します。